演舞開演。どうも、本日は三ツ矢特製河内みかんを飲みたいと思います。熊本県産、あ、みかんじゃねえ、万感ですわ。グレープフルーツのようですね。で、炭酸が苦手になりながら結局こういうのを飲んでしまう、なんだ悲しい定めです。ではいただきます。飲んでみます。酸味と酸味の組み合わせかって、あれ、炭酸の酸のシュワッとする感じも柑橘の酸っぱさもそこまで強烈ではなく、むしろ程よく中和されて飲みやすくすっきりとした味わいでした。なので私でも見事に飲み干すことができました。炭酸が苦手という方にもちょっとおすすめできるかもしれませんね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。